こんばんは、犬のみキッチンです。チャンネル登録500人突破ありがとうございます。というわけで、もう出たんだね、秋味。早いよね。こいつでプシュッと祝杯いきましょう。プシュッシャー、せーの、乾杯。チンチン。あー、美味しい。祝杯じゃん。祝杯じゃー。というわけで、今回は500人達成記念ということなので、500キロカロリーで4品作っていこうと思います。で、今回はね、いろいろ新しく見てくださった方への紹介を兼ねまして、今まで作ったメニューを全部やっていくっていうような流れになっています。で、メニューをまずは発表しましょうかね。ちょっとね、いろいろカンペとかあるんですけど、まずは、ピリ辛サバ味噌煮、これが180キロカロリーで、ペペロンチーノ枝豆、これが160キロカロリー。あ、全部1人前ですよ。で、続いて、キュウリの爽やか漬け、これが70キロカロリー。で、最後、四川風ナスのグリル、これが75キロカロリー。合計、いくつだ？まあ、500弱です。500キロカロリー弱くらいのメニューということでやっていこうと思います。本当、考えましたね。はーい。で、今回の企画の意図としては、普段料理ってさ、一品ずつ作ることってあんまりないと思うんですよ。なんかいろんなものを同時進行しながら最終的に、晩ご飯の料理をしてく、晩ご飯の用意をしていくっていうのが、まあ一般的なやり方だと思うんですね。まあ、僕らのチャンネルってどうしても一品一品の紹介になっちゃってるじゃない？うん。だからさ、そういうんじゃなくて、普段料理ってこういう風に作るともっと効率がいいんだよ、どういうことを考えながらやると一番時短にできるんだよっていうことも話しながらやっていこうかなと思います。じゃあやりましょうか。で、今回のメニューなんですけど、まあ、さっきも言った通り、4品作るわけですけども、一番最初にまず材料とかを全部切ります。切った上で、まあ、今回ねお肉がないから順番とかあんまり関係ないんですけども、切る順番としては野菜類、キノコ類、お肉類、お肉類っていうのは生物のお肉っていう意味ね、いう風な順番で切っていってあげると、まな板包丁を洗う手間が省けるんで、そういう順番で切っていくのがおすすめです。かつ、野菜を切る順番に関しても、そうだな、例えばアク抜きにする時間とかそういうことも計算しながらやっていくと、より時間を無駄なく使えるんじゃないかなと思います。じゃあやっていきましょうか。で、今回のメニュー、作り方なんですけども、このキュウリの漬物、これが30分かかるんですね、漬ける時間が。だからこれをまず最初にやっていこうと思います。はい、じゃあ、まずキュウリ両端落とします。で、その時はやってなかったんですけど、まあ例のおまじないやっときましょうね。端っこすりすり、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 このね、泡吹くみたいなやつ、これがアクの元なんで、これ取ってあげるとすごく苦味が少ないきゅうりに仕上がるらしいです。まあ、実際そういう官能試験が出るんですかね。はい、じゃあちょっとざーっと洗って、はい、で、おう、失礼、3箇所剥いてきます。剥けない、ちょっと曲がってるから剥きにくいね。はい、剥いてあげると、ここからなんか染みるんで、より味が染みやすくなります。まあ、作り方はさ、元動画を見ていただければそれでわかるはずなんで、で、これは乱切り、はい、ごめんなさい、これはカルダモンを使うレシピなので、カルダモンが好きじゃなかったら使わなくていいですひどい。はい、カルダモンってカレー粉のメイン成分なんで、日本人で嫌いな方そうそういらっしゃらないと思いますよ。はい、さすがにさ、前のなんか覚えてないよ。
か。次唐辛子1本。唐辛子も、ね、こういう容器に入れて保管しておくとパパッて取り出せて僕はいいと思います。で種は取り除く。うん、あのそこまで辛みが欲しいわけじゃないから、で輪切りにして加えていく。これはねもう、もうまんまあれですけど、すいませんでした。はい。謝って済むなら全力で謝るさ。はい、ここに。ああ、久しぶりだからいろいろちゃんと測ってやろうかな。うん、ごま油が 10cc 小さじ2ね。白だしが大さじ3。白だしね。いつも半分ぐらいやってるところはね。うん。だからさ、これを見てる前の見ないと分かんないんだけどさ、いつもはさ、水にさパパパーって思いついてやってるって。そう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 。すごいね。逆にすごいわ。はい、で。これが今回の秘密兵器、カルダモン。これをね、1,2,3,4 振り加えます。結構ね、個性が強い。これが本当にいい香りがするのさ。で、醤油少々、塩少々。醤油少々っていうのはね、こんくらい。5滴くらい。もうちょっとかな、5滴で。塩、胡椒。今さ、ペッパーミル壊しちゃってて、すごいこのヘボいしょペッパーミルでごめんなさい。少々少少で、あ、ちゃんと入ってた。ごま小さじ1。まあしょうがないやね。はい、でちょっと空気抜いて。このね、カルダモンが全体に行き渡れば OK なんで、まあ、こんな感じでささっとでいいと思うんだ。じゃあこれで冷蔵庫。さあ、ではじゃあ次に何をやるかって話なんですけど、グリルする野菜をやりたいな、次はね。で、枝豆とサバ缶はグリルで、違う、コンロで同時進行でやっていこうと思うんで、まずはグリルでやるこの子、四川風ナスのグリル、こいつを作っていきます。まずヘタを落とす。まあこの辺の作り方もね、見ていただければわかると思うんで、あえてそんなにがっつりと解説はしないですけれども、でここのポイントがあってね、こう曲がっ、ナスってさ、こうやって曲がってるじゃん、絶対曲がってるのね。まっすぐなナスってそんなないよ。これなんか分かりやすいと思うんだけど、曲がってんじゃん、曲がってんじゃん、分かるかな、曲がってるんですよ、ほらね。でこれをね、こう切っちゃうと分かるかな、こう切ってしまったらさ、すごく変じゃない。なんで曲がっている面、このカーブを下にして、このこういうアーチ状、逆半アーチ、こういうへこんでるところを背中にして、背中っていうかお腹、どっちだ、上にして切ってあげる。すごい知りたかったそれ。私変な風にいつも切ってるから、うん、なんもうパッ見た瞬間に切ってるから、うん、何にも考えてないから、それ知りたかった。これね、ナスを上手に切る方法の一つです、まあ、それでもさ、ちゃんと半分にはならないんだけれども、でもいくらかいい、うん、いくらかは何も考えないよ、うん、まあ、結局ちょっと厚みに高す、全然これちょっとやりすぎだな。で、まあできるだけ細かく切り込み入れます。格子状にね。
これがね、まあ、練習あるのみ。切り終わりました。ではこれをボウルでつけていきます。バーコンバーコンバーコン、楽しいよ。料理は楽しいものだよ、ほんと楽しいから。まずごま油小さじ2、ニンニク1片。今回ね、ニンニクがさ、結構でかめの一粒なんで、まあまあいいか。さすがにこれだと多いから半分くらいにしておいて、残りはガーリック焼き枝豆に使おうかな。全部いっても問題なさそうだね。結構ね、今回のナスが大きいんで、ちょっとニンニク多いかもだけど。ニンニク？ニンニク、ニンニク。何やば？ちょっとだ。じゃあちょっとだけ残そう。まあ別の料理に使うけど。一緒やないけー。で、鶏ガラスープの素小さじ1、ガラスープの素小さじ1とか測るの実は初めてかもしれない、はい。で、塩コショウ適量、塩、このね、適量っていうのはね、ほんと感覚なんですよ。ちょっとね、そう、はい、豆板醤が小さじ1、豆板醤出してなかった、よかった、ちゃんとまだあった豆板醤、これが小さじ1。オイスターソース小さじ2分の1、これは、オイスターソースってさ、開けづらいよね。すごいさ、毎回毎回開けるの苦戦するの。だいたいさ、原因はこのあれなんですけど、でオイスターソースが小さじ2分の1、ちょっと多く入っちゃったかな、大丈夫か、はい、で味の決め手セーフラー油、こいつが 1,2,3,4,5,6,7,8,9 プッシュ、結構入るね。でこいつをよく揉み込んでいきます。刺激が強いんで、僕みたいに皮膚が弱い人はもしかすると手袋してやった方がいいかもしれない。僕はちょっともう慣れてるんで、このまま素手でいっちゃうけど、あ、割れちゃった1個、ナスが、はい、まあしょうがない、たまにはこういうこともある。はい、じゃあこれで仕込み完成、次の工程に移っていきます。ちょっとね、この間にちょっと洗い物をしていきましょう。で基本的にこういう大さじ小さじとかその他もろもろ調理器具っていうのは使ったらパッと洗ってまた使います。これが基本中の基本中の基本です。じゃあさっきの
このナスはグリルに並べるだけ並べておきます。まだ火はかけないよ。はい、でなぜこれもう並べたかっていうと、洗って使います。こうやってボールとかも使い回してあげると、あとが最後の片付け物が楽になるんで、じゃあ次あーりょーりょペペロンチーノ枝豆入れます。塩が小さじの2杯さーっと、この産毛を取ってあげるような感じでこすり合わせます。ボールにかけておきます。はい、これで下準備その2完了。じゃあガーリック、ペペロン枝豆のニンニクを刻んでいきましょうかね。で、ニンニクはお約束ですけども潰す、体重かけて潰す。簡単簡単、あの包丁の腹に乗っけてバフってこうやって潰してあげるとニンニクの香りがバンって外に出てくれるんで、絶対にこれはマスターしてください。もうね、最悪体重がない女性とかさ、もう潰れないよって言うんだったらワインの瓶でぶったたくでもいいよ。刻むだけで、潰してからやるとさ、結構簡単にみじん切りになってくれるんですよ。難しくないですよね。これでガーリック焼き枝豆じゃないな、ペペロン枝豆の下準備はこれでほぼ OK。で、ここでまな板開けたじゃないですか。なんで先にこういう時はフライパンにニンニク入れちゃっときます。何も汚さないでいい。そうで、ここにオリーブオイル大さじ1、さすがにこれはもう名分でいいや。はい、でこの状態でちょっとつけておきます。まあ、つけとくっていうかさ、すぐできるように。じゃあ続いて玉ねぎ1/2個、結構ね小ぶりのやつ、一回さっと流しましょうか。野菜切っただけだったらさ、いちいち洗わなくていいから、ね、で1/2個、さすがにこちら冷蔵庫逃がしておきましょう。玉ねぎのここの芯の部分だけね、ちょっと取って、で、サイドに数本切り込み、で、2ミリ幅でスライス。傾けて、こうやってまた2ミリで切ってあげるとやりやすいです。はい、で、切ったらもうバットに移しとく。うちのバットはエリンギの空き容器。これね。じゃあ続いて長ネギさん、青い部分。材料こんだけだからさ、すごい簡単なんですよ。で、簡単でさ、安いのにこれがうまいのよ。兄さんこれすごい好きでさ、よく作ってくれるよね。それか。うん。こんな感じで、まあ、ほぼ下準備が終わりました。じゃあここから調理工程に入っていくわけですけれども、今からナスが12分で焼き上がる、枝豆がだいたい5分で焼き上がる、サバ味噌がもうだいたい5分くらいで調理が終わる感じなので、まずナスから
加熱をしていきます。はい、12分タイマーかけました。ちなみに中は、あー落っこっちゃってるね1個。しょうがないね。じゃあ調理にかかっていきます。でごめん、ガーリック焼き枝豆が5分つったけど、最初にニンニクを香りを出すっていう作業があるんで、ナスと同時でいいや。多分それが一番ちょうどいいと思う。でこうやってシュワシュワしてきたら弱火で5分。忘れ物している食材があったので、これを切っていきます。生姜、こんくらいかな、こんなくらいかな。これを千切りで、生姜なんかね皮付きでいいから、むしろ皮付きの方が美味しいから。アーリオオーリオじゃないでしょ。アーリオオーリオだよ。だから高松ね1本ね、うん、合ってますよ。でも辛みを付け加えたい人は種も入れちゃっていい。僕は種ごといきたい、こっちはね。で強火にして枝豆投入。焼いていきます。じゃあ続いてサバ味噌作っていく。でサバ缶今回ね 160g になります。よいしょ、もう汁ごとドバーでいいです。本当に簡単なの。ちょっとねほぐしながら、ほぐしたら、今やすぐに玉ねぎ、で、焼き枝豆は、ペペロン枝豆は水 50cc 加えて、あ、こっちか。はい、蒸し焼きにしていきます。火力はね強火です。いっぱい作ってくれてありがとう。僕は嬉しい。ね。でも味付けもしちゃいます。みりんが小さじ2。塩だし、小さじ1、でここに生姜と、味噌が小さじ2。味噌溶かしてください。
っかりめに塩、この塩はかなり振らないと味が乗らないので思っている3倍くらい入れていいです。うん、あのね、外からだからそんなに効かない。うん、はい、オッケー。で、こっちは最後にネギ加えて、さっとひと混ぜして、オッケー。あと、そうだね、ゆずスプーン。ありがとう。で、一味とゆずスプーンを。結構たっぷりね。はい、ちょうど全部同時に仕上がってよ。はい、であとは盛り付けしていきましょう。おしい。よいしょ。こいつはこれだかな。焦げた感じが最高にうまいんすよ、これ。手がベトベトに汚れるけど、それがまたいいの。手がね、ベトベトになるんですよ。だから、おしぼりをここに。そうね。はい。アリオーリオ、ペペロンチーノ焼き枝豆、これでおしまい。はい、こんな感じで。完成。じゃあ食べていきましょうかね。はい、というわけで500キロカロリーで4品完成しました。改めましてチャンネル登録500人ありがとうございます。ありがとうございます。これからも美味しいレシピをどんどん公開しますので、末永くお楽しみいただければ幸いです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた次回の動画試食編でお会いしましょう。またねー。